どうもセリカです。今日は平泳ぎの私の水中映像を見ながら、平泳ぎのうねりとキックに関してご説明していこうと思います。それではまず通常スピードでご覧ください。前回までの私のバタフライの動画、もうご覧になりましたでしょうか？その動画を見てる方がより理解が深まります。ぜひ概要欄から動画を見て、この動画にまた戻ってきてください。では超スローで見ていきましょう。うねり、しっかり私の動画を理解してる方でしたら、どこからうねりを作っていくのか、どこからキックを打っていくのか、分かってきたと思います。正解は溝落ちからキックを打つ。同様にうねりも溝落ちから作っていきます。平泳ぎ、バタフライと同様、うねりの泳ぎになってます。もう分かる方は分かりましたね。平泳ぎのキックも溝落ちから打ちます。何言ってんだこいつって思うかもしれませんが、バタフライの泳ぎ方と基本的にはあまり差はありません。もちろんウィップキック、ウェッジキックなど、平泳ぎには2種類のキックがありますが、そのキックもどちらも溝落ち、体幹から打たれています。平泳ぎ泳ぐ際にうねりがもう取れるよって方、理解できてますよって方は、次は溝落ちからうねりを作ってキックを打ってください。具体的にここがこうなって、ここがこうなるからこうなるんだよっていうのは、正直動画内ではうまくお伝えできませんが、イメージだけでも全然泳ぎは変わってきます。以前平泳ぎ、手と足の割合についても動画で解説いたしました。そちらの動画も概要欄に貼っておくので一度チェックしてみてください。平泳ぎはキックがメインの泳ぎになってます。キックの推進力がないイコールなかなか前には進まないです。教えられた通り
ウェッジキック、ウィップキックやってる方でもなぜかうまく進まないんだよねっていう方、次はうねり、溝落ちをイメージして意識して泳いでみてください。平泳ぎはなかなか難しい泳ぎです。うねりもできていないとペラペラな平泳ぎになってしまうので、ぜひイメージだけでも持って平泳ぎを練習してみてください。ということで以上、平泳ぎのうねりとキックについての解説でした。平泳ぎに関してのご質問はこの動画のコメント欄に書いてください。日曜日にすべてお答えします。ではまた。